今回の聖火式の主役は前のシャマル姫君とは大違いね。泣き言を言いながらも与えられたものをきちんと食べるなんて本当感心するわ。姫君、どうなされました？一度だけ見逃してください。え、何をですか？それのことですよ。ユジュニア様、私もうこれ以上は本当に無理で。ユジュニア様、どうかお情けを。でしたら代わりに図書室で聖書の写本でもしますか？はい、何でもいたしますので。聖書の写本結構大変ですよ。大丈夫です。では今日はそういたしましょう。筆記用具も準備されてますから。